今日は授業を終えてダッシュで駆けつけてくださいました安保関連法に反対する学者の会早稲田大学教授学者の会呼びかけ人の小原貴晴さんです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。早稲田大学の小原でございます。国会を開かない間に日本学術会議法ですとか法令解釈を自分の都合で変えてしまう。今度は国会開く、国会開いて野党議員からなぜ変えたんですかって言われるとそれには答えない、逃げる、答弁を差し控えさせていただきたい、こう答える。そんなことが安倍政権から菅政権にわたってずっと続いているわけです。菅首相のある意味では名言だと思いますけれども、こんなことを言ってます。私は行政の長であるから行政責任を全うするためには国会に出席する回数をもう少し減らしてもいいのではないか、こんなことを言ってるんですね。行政責任とは何ですか、首相の行政責任とは何ですか。それは国会に出て野党を中心とする議員の質問にちゃんと答えることなんです。それが行政責任ということなんです。今からほぼ1年前ですけれども、イギリスで保守党のボリス・ジョンソンという首相がいまして、ブレクシット、EU からの離脱をしたい、それもできれば協定抜き、ノーディールブレクシットしたい、こんなことを考えて、そうすると国会開いていると、野党労働党がうるさいから、国会閉じておいて、ノーディールブレクシットを進めてしまおう、まあ、こんなことを考えたんですね。で、国会を異例の長さで9回閉会いたしました。それに対して訴訟が起きて、最後は最高裁に渡り、最高裁の長官、ヘイルという女性の最高裁長官ですけれども、彼女が指揮する判決において、ボリス・ジョンソン首相の国会閉会措置は違法、無効である、アンローフルで、ボイ・アンド・オブ・ノー・エフェクトだという具合に断言しました。そういう判決が下って、直ちに国会が再開ということになりました。その時にヘイル長官が判決理由として述べたのは2つあります。1つのポイントは、国会は国権の最高機関であり唯一の立法機関である、日本でいうと憲法第41条、その国会を閉じてはいけませんということです。それからもう1つは、国会には国民の代表者として国民の代わりになって政府を問い詰める責任があるし、それから内閣はそれに真摯に応える義務がある、そうした行政責任があるんだ。日本の憲法でいうと第66条の内閣の連帯責任ということです。それが行政責任の肝です。ボリス・ジョンソンはそれが分かっているから国会再開し、直ちに一生懸命答弁し始めました。どうですか、比べてみてください。菅首相とボリス・ジョンソン同じ保守なんだけども、ボリス・ジョンソンの方が100倍も1000倍も1万倍も偉いじゃないですか。なんという情けない政治家であることか。さらにそれに加えて、今度はただ答えないだけではなくて、どうも日本学術会議というのはおかしい、思想的に偏ってるんじゃないか、あれは学者の特権だ、こんなことを首相周辺とかあるいは関西方面から言い出す人たちが出てきています。よく考えてください。憲法第23条、学問の自由はこれを保障する、これは特権ですか。特権じゃないですよ、人権ですよ。ちょっと条文遡ってください。憲法第19条、20条、21条、22条と見ると、思想、良心の自由、それから信教、宗教の自由、さらに集会、結社、表現の自由、第22条、職権は、それは居住、移動、職業選択、国籍離脱の自由ということです。これらはみんな人権です。特権じゃないでしょう。思想を持っている人、良心がある人の特権なんですか。クリスチャンである人、仏教徒である人、創価学会員である人、この人たちだけの特権なんですか。集まりはしない、集会はしない、私は表現なんて知りませんっていう人がいて、表現する人の特権ですか。
もう最後の極めつけ、移動の自由、引っ越す自由は引っ越す人の特権なんですか。私は一回も引っ越さないから、それは引っ越す人の特権ということですか。違いますよね。まさかアート引っ越しセンターが特権の手先だ、利権の巣窟だっていう人はいないでしょ。利権を問うならば、それは電通やパソナだよ。どうか論点をずらさないでください。特権じゃないんだ、人権なんだ。ちゃんとまともにこちらの顔を向いて答えてほしい。行政責任を明らかにしてほしい。ぜひ野党の議員にはさらに追い詰めて、きちんと問いかける、そして答えてもらう。どうしても答えてくれないっていうんだったら、それは政権を変えるしかないでしょう。それが行政責任ということの最大のポイントです。私から以上のことを申し上げました。どうもご清聴ありがとうございました。小原さん、どうもありがとうございました。以上をもちまして、すべてのスピーチを終わらせていただきます。今日は寒い中ご参加いただきありがとうございました。